確かと確かに反対なぐらい違う。たまにとたまにはなんかこう会いたくない感じもするよね。会いたくないけどちょっと会っちゃったみたいな。すいませんすみません。日本と日本。いつもジャパンウォーカー香港をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、ベル、コメントじゃんじゃんお願いします。待ってます。こんにちは、ナポコです。こんにちは、エミです。あ、こんばんはだ。エミじゃまだアメリカにいる。そうなの、こっちは今夜の10時です。今日もよろしくね。よろしく。今までおかげさまでいっぱい日本語を覚えて勉強しましたけど、うん、紛らわしいの日本語まだいっぱい残ってます。すいません、すみません、どっちが正しいですか？ あと日本と日本はどっち？あと寂しいと寂しいもモヤモヤするね。で、じゃあ今日はそのモヤモヤする言葉をやってみようか。お願いします。じゃあまずは日本と日本。日本、こういう字は多分ね、サッカージムとかなんか運動会とかよく言うかもしれない。でもどっちの方がよく使いますか？これは両方国のね、日本を指してるんだけど、もう政府がどっちでもいいですって言ってるらしいんで、例えば日本橋、日本橋ってもう決まってる地名があるんだけど、日本橋は関東にある場所で、日本橋は大阪にある場所でも、これはね決まってるから、もう絶対日本橋か日本橋。でも地名以外だったら、日本と言おうが日本と言おうがどっちでも丸。結構ね、日本の方がよく聞く気がする。なんか日本なんちゃらってこう日本語、日本人とか続くときは日本で、もう日本だけを強調したいときは日本っていうかも。おー、強調。わかりました。うん。次のモヤモヤする日本語は、すみませんとすいません。うん、これも喋ってるときはどっちでも OK なんだけど、すみませんの方が正しいので、ビジネスとか公の場だったら、すみませんの方を使う方がいいかな。そうか、これ多分ね、皆さんも同じ質問持ってるかもしれないんですね。私も分かんなくなる。あれ、すいません、すみませんみたいな。でも日常生活だと、すいませんの方を聞くの方が多いかな。うん、言いやすい。私たちもすいませんの方が。わかりました。次、寂しいと寂しいも、まあもやもやするね。たまにアニメとかヒロインさんが、あ、寂しい、M、うん、そういう風に言いますよね。これもすみません、すいませんと同じで、寂、B の寂しいが本当なんだけど、でも寂しいの方が言いやすいから寂しいって発音するんだけど、あと漢字もね、2つあると思うんだけど、静寂の弱の方の寂しいは、状況や様子を表す寂しい。あと、山水に林っていう書く方の寂しいは、涙っていう字に近いと思うんで、人間の感情の寂しいっていう、二つのね、使い分けの仕方があります。わかりました。次ですね。はい、歌詞の中に、違う、青出てくるよ。海の青とか、そして巡り合う、なんか難しい字の合うとか、この違いは？基本的には貝の合うが使われていて、さっき言ったのぶこちゃんの難しい複雑な方の合うは、常用外漢字っていうかな。常用外漢字、国が決めた一般的に使うもの以外の漢字。ニュースとかテレビとか雑誌はもうこの貝が使われるって決まってるんだけど、大体だけど、詩とか歌とか作品の時はこっちの会うの方が本当に会いたいみたいなね、強い会うになる。すごい難しい会うっていう字があるんだけど、これはもう全然意味が違って、遭遇するとか事故に会うとか、ひどい目に遭う、なんか望まないことに出くわすときは、この超難しい会うを使うかな。わかりました。
そしてゆみちゃん、ありえる、こういう言い方あるんじゃないですか。でも私辞書引いた時にありうるって書いてあるんですよ。なるほど、ありうるが本来の言葉なんだけど、最近はね、もうみんなありえるって使ってるかな。 NHK ってあるじゃん、テレビ局がありえるってよく使うから、他の民放とかもみんなありえるをよく使うようになって、で私たちもありえるの方がよく聞くから使うようになってるかも。あ、だからあまりありうる聞いたことないんですね。そう、だいたいなんか本とかでありうるは見るかな。ありうるよねってあんま言わないな。わかりました。第6問は良いと良いの違いもわかりません。良いは基本的に文章の言葉だし、もともとの言葉なんだけど、たまにテレビとかで多分良いって見るかもしれないんだけど、そういう時はなんかね、コミカルにしたい時とかに使われてることが多いかな。なんか良いっていうと強調と上目線な感じもするから、なんかそれは良いみたいな、あえてここで良いを使うのかみたいな。でもここであえてね、そう、勢いがね出たりする、良いを使うことによって。うん、でも良いの方が使いやすいんですね。さあさあ、普通に友達とかで喋ってときは良いの方が全然ナチュラル。わかりました。はい、7個目はつらいとつらい、うん、音一緒だよね。うん、うん、日本語のキャラクターの中に話しづらいとかやりづらいとかのズーはの点々になってるじゃないですか。でも、うん、日本の友達は、うんうん、指しすせそのスーの点々打つ場合もあるのですよ。あー、これはもう一応ね、意味があって、話しづらいのズはスーなの。なぜかっていうと、辛いって言葉あるじゃん。辛い、あー、もう辛いよの辛いと、その動詞が組み合わさってるから、もう絶対つだけど、うん、少しずつのつは本当はさしすせそなんだけど、でもつに点々でもこれはね間違いじゃないので、これはもう暗記するしかないかな。もしつの点々とすの点々パーソコンに打つ場合は、パチつてとのつの時は DU、 あ、 DU、 少しずつとかのさしすせそのつは ZU。 ZU、 おお、ちょっと違いますね。でも発音はほぼ一緒、ほぼというかね、もう一緒か一緒です。はい、モヤモヤするね。するね、覚えるしかないね、これは。わかりました。でも一つあります、それは確かと確かによく間違ってます。例えば確か、さっき鍵ここに置いてあるんじゃないですかって、または確かに鍵置いてあるんですよ。この2つの文章は意味も違う、うんうん、そう、全然違う、もう反対なぐらい違う。確か置いたなっていうのはこうあやふやな感じ、置いたような、置いてないようなみたいな 50-50 な状況だったら、確か確かに置いたって言ったらもう ほぼ 100%。 じゃあさっき私言った文章は確か鍵置いてあるんですよね。それは、うん、はい、記憶朦朧。そう、確かはもう、まあ、50% かな、大体。じゃあ確かに鍵置いてあるだったら、それはもうほぼ 100%、 必ず置いてある。わかりました。では最後の問題です。これも私にはすごく紛らわしいです。たまにとたまには、例えば、たまにエミちゃんと会いますよと、たまにはエミちゃんと会いますよ、それも違う。両方頻繁じゃないことを表してるけど、たまにとたまにはだと、たまにの方が合ってる感じはする。たまにのぶこちゃんと会うよって言うと、まあ1年に数回会ってんのかなって感じだけど、まあ、たまにはのぶこちゃんと会うよって言うと、もっと少ない感じがする。一つの文字だけ多くなる場合はあんまり合わない。たまにはこう会いたくない感じもするよね。会いたくないけどちょっと会っちゃったみたいな。わかった、ありがとう。ね、モヤモヤする言葉多いと思うけど、一個一個整理してね、
違いを見つけていこう。皆さんもなんかモヤモヤする言葉あったらコメントに書いてください。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。日本語と日本語は？あ、でも日本語の方が使われるけど、まあ、日本語、日本は、でも日本語あんま聞かない気がする。でも私たまにエミちゃんと会いたいんですよ。あ、嬉しい。私もたまに会いたい。いや、ちょっと待って、たまにだけ？もっともっと会おうよ。